皆さんこんにちは、阪急トラベルのじゅんです。パオロです。今日はローマのど真ん中、カンポディフィオリにやってきました。見てください、ウェルカート、どんなものを売ってるんでしょうか。そしてこの後ちょっと小さな通りに行ってみます。で、いくつかいろんな店を見てみます。じゃあアンディアモ、アンディアモ。本日のご紹介箇所は、カラフルな市場、きれいなガラス細工屋さん、かわいいいぐさ雑貨屋さん、素敵な着物をアレンジするお店、陽気なまんまの生パスタのレストランです。では行ってみましょう。ここはナボーナ広場からすぐ近くの広場、カンポディフィオーリです。この地名はイタリア語で花広場という名前です。この市場は花屋、八百屋、キッチン雑貨、フレッシュジュースや服や香草が売っているお店がたくさんあります。そしてパスタやトリュフなどの イタリア名物のお土産も揃っています。この日は6月末、コロナウイルスの感染状況も落ち着き、ローマは危険度が低いホワイトゾーン。地元民の皆さんもバカンスへ行ったり、グループでレストランにて食事ができる平穏な暮らしが戻りつつあります。この広場を後にしてペレグリーノ通りに向かいます。かわいいガラス屋さんを見つけました。名前は？ガレリア・ディレクリ・ディ・ムラノ・エ・オリエンタリ。このお店はガラスアクセサリーやガラス食器など販売しているお店で、イタリア製やさまざまな国から来たガラス細工が店内にいっぱいに並べられています。値段もお手頃で、アクセサリー材料も売っているので、ここでガラス材料を買って、ご自宅で自分好みのオリジナルアクセサリーを作ることもできます。看板のないお店なので、目印はこのかわいいイヤリング。店先にたくさん並んでいます。このお店はマエストロの称号を受けた職人技が光る製品も販売しています。今来たのは藁製品を作っている手作りのお店です。ジュンコアップ。じゃあ中に入ってみましょう。
アンディアモ。このお店はイグサを使ったものを作るお店です。ハンドメイドでカバンや家庭用品や家具や帽子などを作っています。材料のイグサといってもいろいろあって、イグサ科の植物や藁などのイネ科の植物もあります。それぞれ作るものに合わせて素材を選んでいます。このお店にもマエストロがいて、現マエストロのおじさんのお父さんも職人で、お父さんが作ったものも数点あります。ただ偉大なお父さんの作ったものは展示はしていますが、決して売らないでお店のアートとして紹介されています。またオーダーメイドの取り扱いもしています。この日はお客様から依頼があったトレイがありました。一から作り、デザインや素材などをお客様好みに作り上げました。まさにオリジナル製品を見ることができました。ここはですね、日本のものを扱ったお店です。名前は？アーキー、アンティーキ着物。このお店のオーナーさんはイタリア人女性で、定期的に日本へ着物の買い付けに行きます。着物はそのまま販売するものもあれば、生地としてアレンジした洋風の服や小物や椅子カバーにしたものも販売しています。今の時期は着物柄のマスクなども販売していました。日本の伝統的素材がここイタリアで融合して、イタリア人セレブをうならせる商品へ大変身を遂げていました。2 euro, certo, da oggi in poi si paga, io sono la miss. Miss di pasta? Certo. Ecco qui è famosa. Vai amore, certo che sono famosa. Certo, tutti a mano. No, no, facciamo tutta a macchina. Ah, vedo. Hai visto le macchine? Hai visto quante macchine? Mannaggia, che domande. Uno dovrebbe rispondere, ma non ci vedi? Infatti. Eccolo, sì. Che cosa mangi? Proviamo gli strozzapreti alla carbonara con un buonissimo formaggio pecorino romano, pancetta e pepe. Ok, va bene. Oish. Buono. Hai, これはフェットチーネコーダマチナーラ。ここの中にお肉が入っています。これがですね、牛の
尻尾のお肉です。ここの名物料理でもあります。じゃあちょっと食べてみます。ウトベネシーサモファジェンドーバベネボボレーベデチャオボンアペティトグラッツェグラッツェ食べます。もう美味しいです。さすがこれ手打ちパスタということで、パスタがものすごく味があって美味しいです。Che cosa mangi? Togliamo gli involtini alla romana con sugo e scopriamo l'interno. Carota, sedano e pancetta. Sembra buono. Cosa ne sono a vedere? Allora vi aspetto a Roma e andiamo a mangiare assieme da Fortunata, la vera cucina romana. Ciao, a presto. Già, いいねと思ったら、じゃん、チャンネル登録お願いします。待ってます。